はいコーヒータイムいやねここのところのその帯状疱疹のねまあ不調でもう寝ても覚めてもね体中が痒くて痒かったり痛かったりねあの薬があの鎮痛薬の効果が切れると もう途端にね、体中ヒリヒリして、で、それがね、で鎮痛薬飲むと、今度痒くなるんですよね。痒あの痛みが治まって。痒みが出てきて。いや、マジきつい。なんか昔、そういえば会社の人で、まあ、同僚でね、帯状疱疹でずっと休んでる人いたなと思って、発疹ができるだけだろうぐらいで思ってたんだけど、いや、なってみるとわかるね。 これね、なんもできないわ、ほんとに。集中できないもん。そもそも。いやー、それでね、あんまりにも調子悪いんで、ちょ、コーヒー入れようかなと思って。コーヒー入れたんですけど。いや今もねお、すごいお尻かゆくて。もう、どうしようもないね。ちょ、痒み止めとかもね、塗ったりとかしてるんだけど、 そういうのも全然効かないね。まあ内側から来るやつなんで、神経に直に来てるんでね。いやー、かゆい。かゆいし、かきすぎると痛いし、でね、靴切れると痛いし。いやー、困った。大変です。みなさんもね、あの、子供の頃に、あの、なんていうの、水疱瘡にかかった人は、まあ、大人になってね、 出る可能性がかなりあるらしいのでまあでもなんかね1回かかるとならないとかいう話も聞いたんでその、ね、大人になってから体調方針になってからねなんで僕これが治り,治りさえすれば僕はかなり安心かなとは思うんですけどあの皆さんもちょっと気をつけてね体調には体調が悪くなったりとかすると出るっていう話なんでぜひ気をつけてくださいいや赤い はい、こんにちは、ジェクムです。あの、先日、先日っていうか先週ぐらいから、お尻が痛いとかね、発疹ができたみたいな話をしてたと思うんですけど、それがね、やっと原因が分かってですね。じゃん。帯状疱疹。なんかね、最初、あの、まあ、おちんちんの方まで痛くなってね、それで、あの、泌尿器かあの、 おしっこするときに痛くなってたから、なんか、日に置き換えた方がいいのかなと思って、皮尿器き換えってきたんですけど、そしたら別になんともないっていう話だったんですけど、あまりにも治らないんでね、あの、今日皮膚行えってきたんですよ。で、そしたら、もう見た瞬間にね、あの、帯状疱疹だねっていうふうに言われて、で、帯状疱疹って何かっていうと、あの、水ぼうそ水ぼうそのウイルスが体の中に残ってて、まあ、子供の頃ね、 あのー、かかって治ったとしても体の中に残っちゃうらしいんですよ。それがねあの疲れたりとかした時に出てくるっていうものらしいんですよね。疲れたりストレスがあったりとかそういうのがあったりとかするとできやすいっていうものらしくてで症状としては、まあ、発疹ができます、まあ、ブツブツねブツブツができますっていうのとあと、あのー、神経が痛くなるらしいんですよ。 で、結構、あのののなんかね、そのなんていうの体状って帯状って書くんだけどこれね帯状って体状ってね書くんだけどこの神経に沿ってできるらしいんだけどで、それでね神経をに炎症がね起きるからその、すごい痛くなるらしいんですよだからあのー、まあ、体のねところ僕が下半身がすごい 全体的にヒリヒリするっていう話は、まあこれで間違いないだろうっていう話らしいですね。で、それで今日ね、薬をもらって、今日というか昨日か。本当は昨日だったんですけどね、これ行ってきたのは。薬もらってきて、で、薬飲むようにしたんですけど、まあね、原因は分かってよかったんですけど、まあそれまでね、痛かったのが、薬飲むことによって、あの、すごい、 今度ね、ヒリヒリして痛かったのが、こう、痒くなってね、それがまたきついんですよね。ずっと体中っていうか、関心がずっと痒い。お尻とかすごい痒くて。いやーもう、それとね、あと、この、なんていうの、合併症があって、でね、まあ、発熱、まあ、僕はね、発熱はないんですけど、頭痛が見られる。 ことがありますっていうので多分それだと思うんですけど、頭痛がひどくてね、もう全然置けないレベル。今日もね、夜中に撮ってるんですけど、もうそずーっと寝ててね、昼間。体調悪くて。いやー、ほんとね、困っちゃうなーっていう感じなんですよね。いやー、結局今日ね、あの仕事休んじゃったんですけど、 いやーこれがね、明日も続くと困るなーっていう。昨日終わりにね、こんなに休むのも微妙なんでね。なんですけど、まあ、体調悪かったら仕事どころじゃないんでね。あれなんですけど。早く良くなってほしいなって感じですね。まあ、とりあえず、何にせよね、あのー、とりあえずは、このね、原因が分かったっていうところで。で、ちゃんとした薬。 今までもらってた、その、なんていうの、ステロイド何個で締めましょうみたいなのは塗らない方がいいっていうふうに言われて、で、飲み薬を出してもらってね、今飲むようにしてるんですけど、いやね、そのね、頭痛、そう、頭痛がね、まあ、頭痛は頭痛薬飲みいいんだけど、あの、体調方針の抑えるための薬プラス、あと、その、 何て言うの痛みヒリヒリを抑えるための痛み止め飲んでるから、それにさらになんか他のね、頭痛、鎮痛薬とかそういうのも飲むわけいかないんで、それがね、難しいんですよね。聞いとけばよかったなまあでもそんな感じですね。まあここの部分は、まあ早く良くなってくれっていうしかないかな。ちょっとだけね、あの、何て言うの腫れっていうのが収まってきたような気はするんですけど、それでもね、 かゆ、まあ、いのが収まらないんで、まあ、しょうがないですね今は安静にするしかないかなってとこですね皆さんも体調管理には気をつけて過ごしてくださいバイ